です。こんにちは。仕事でインドネシアに滞在しております。で、私ね、出張の時はいつも必ず、アイテムちゃんをね、連れてくるんですけど、今回は何のアイテムを連れてこようかなーって考えた結果、同行していただいたアイテムちゃんがこちらでーす。そう、ウーマナイザーです。皆さん、ウーマナイザーご存知ですか？私の動画で今までね、いろんなアイテム紹介してきたんですけど、ウーマナイザーは実は初めて紹介させていただきます。で、結構ウーマナイザーって正直私も、使う前までは、料金がね、高めだから、ちょっと手出しにくいなって思ってたんですけど、これね、使った人にしかわからない。ウーマナイザーって、その吸引アイテムなんですけど、もうね、吸引がね、全然違うんですよ、吸引力が。その吸引された時の、フィット感とか、感覚が、やっぱね、全然違います。で、それがなんでかっていうと、ウーマナイザー独自のプレジャーエアテクノロジーっていうもので、これだけの吸引力っていうものが実現してるんですよね。もうね、ほんとね、なんか吸い疲れてる感じ？ただ吸ってるだけじゃないのよね。すごくこう、体にフィットしながらの吸引されてる感。で、それもものすごく人にしてもらってるようなリアルな感覚もあって、すごいのよ。このなんていうか吸引力っていうのは実際使った方にしかわかんないかなって。だから私も実際使ってみて、あ、そういうことかってすごい納得したんですけどね。だからこそ今回、私のこの出張にもご同行いただいた次第でございます。で、今、このウーマナイザーって、海外アーティストのミュージックビデオとかにも出てきてるぐらい世界中から注目されているアイテムなんですよね。で、今日は、特に私がお気に入りのこちらのアイテム含め、あと3つ、あ、2つ？全部で3つ紹介したいなと思ってるんですけど、まずはこれ、すごい軽い、めちゃくちゃ軽いし、こうやって片手で持った時に手のここにすごいこうフィットするので、使いやすいですね。自分で使うのもすごく使いやすいし、パートナーの方に当ててもらうときも、パートナーの方がすごく持ちやすいっていう、この手にフィットするデザインになってます。14段階調整できるので、自分の好きなね、強めが好きとか弱めが好きとか、自分の好きな強さを見つけ出して使っていただければと思います。で、もう一つ、私が一番お気に入りの機能が、オートパイロット機能っていうのがあって、で、これが、セルフタイムの時にさ、こう自分で好きなね、さっきもちょっと好きな強さで、14段階あるんで選んでくださいっていう話をしたんですけど、まあ、自分のお気に入りの強さで刺激するのもいいし、パートナーにね、やってもらうのもいいんだけど、このオートパイロット機能っていうのが、果てるまでの間、強さ弱さを勝手にね、調整してくれるっていうオートパイロット機能っていうのがあります。だから、もう自分でこうしたいとか、そういうものは関係なしに、もうコントロールされてしまうというね、機能があって、で、これが、ちょっと一回やってみてほしいんだけど、本当にハマるんだよ。なんかさ、パートナーにやられてるわけでもなく、自分でやってるわけでもなく、もうさ、第三者にしてもらってる感じ？なんかエロいじゃん。ねえ、第三者にしてもらってる感覚を、このアイテムで体験できるというね。そのなんか、感じが私はとても好きで、今回ね、私の出張にもご同行いただいているんですけど、ぜひこのオートパイロット機能っていうのも体験してもらいたいなと思います。で、実際どのくらいのその吸引なのかっていうのを、ちょっとこれ完全防水なんで、クジラさんしやすい人も安心して使えるんですけど、このお水の中でね、どのくらいの吸引力なのかっていうのをお水の中でこの後実際お見せしようかなと思ってるので、ぜひそちら見てみてください。じゃあ実際お水の中でね、使ってみましょう。どのくらいのパワーで、使えるのかっていうのを水の中で試していこうと思います。で、人の肌から離すと止まるって感じです。
人感センサーがついているので、人の肌につけると動いて、離すと止まります。では実際にどんな感じか撮影してみます。まずこれが一番弱い感じ、伝わるかな、これが一番弱い感じです。そして強くすると、お、結構音聞こえるかな、こんな感じで6とか7、あ、結構もうこれぐらいになるとすごい強い感じ、わかりますか。はい、こちらのデュオ2なんですが、中と C スポットを同時に刺激できるアイテムです。で、これのすごいところが、それぞれね14段階の振動パターンがあるんですけども、今までのこういう同時に刺激できるアイテムって、こう操作するところが一箇所しかなくて、強さっていうのをもうこっち強くしたらこっちも強くなっちゃうみたいな、こっち強くしたらこっちも強くなっちゃうみたいな、同時にしか強さを調整できなかったんですけど、これはそれぞれ個別で強さを調整できるんですよ。で、これすごいいいなと思って、だから私の場合はC スポットの吸引は弱めにして中は強めみたいなのが結構好きなので、なんかおすすめです。これね、ちょっとねリアルなの、なんか中を強めにして C スポットを弱めにすると、なんかね、ちょうど人にしてもらってる感じに近い、私はそんな感じなんで、結構それが好きでやってます。なので、まあ、自分好みにね強さをそれぞれ個別でできるっていうのがすごいいいなって思いました。あとはここのね、やっぱりウーマナイザーさんの吸引なんだけど、これもね独自のプレジャーエアーテクノロジーで、Cスポットに直接触れてないのに、なんかこう脈を打ってるみたいな、脈打ってるような空気圧マッサージをCスポットで感じられるという、これがまたねすごく特別な快感なので、これもね試してもらいたいなって思います。めちゃくちゃ気持ちいいです。で、これねサイズ結構大きめなんですけど、その分ほんといろんな機能が搭載されていて、私が一番感動したのが、例えばさ、こうセルフタイムでなんか果てた瞬間って C スポットめちゃくちゃ敏感じゃないですか。で、その時ってもう果てたって思ったら、もうさ慌ててさ、こう特にボタンの場合ってこう弱にできないじゃんね。もう果ててすんごい気持ちくてめちゃくちゃ敏感になってるけど、そこでボタン連打して急に弱とかでできないじゃないですか。だからもう果てた時って余韻に浸りたいけど、もうアイテム自体を C スポットからパッて離すしかなかったんだけど、これはアフターグローっていう機能があって、で、この機能が電源ボタンをねピッて押すと、もう一気に弱モードになってくれるの。だから果ててる状態でもアイテムを当てたままその余韻を楽しめるっていう、これが私一番感激しました。だって今までさ、せっかく果てたのにさ、うわめっちゃ気持ちいいって思った瞬間もうパッて外さなきゃいけないから余韻に浸れなかったんだけど、このねデュオ2さんのおかげで果てても果て続けることができるというかね、それがめちゃくちゃいいんですよ。で、実際振動の強さやってみますね。ね、パワフルでしょ。これが14段階。このね、なんていうの、滑らかでしょ、振動がすごく。こう肌に触れてると動いて、離すと止まるという感じです。振動がすごく滑らかなんだけど、ちゃんと気持ちよく刺激してくれるっていう、デュオ2の一番気に入ってるところはアフターグロー機能が本当に今まで味わえなかった、果てた後の快感っていうものを味わわせてくれるっていう、
私が一番お気に入りの機能がアフターグロー機能です。で、これデュオ2でした。次、こちら、ブレンドという製品です。で、これももちろんウルマナイザー独自の、プレジャーエアテクノロジーで、すっごい、まず持ってびっくりするのが軽い。で、これね、Cスポットと中を同時に刺激できるアイテムなんですけど、さっきのデュオ2と何が違うかっていうと、もう圧倒的な軽さ、めちゃくちゃ軽いっていうのと、どうして軽いか、わかりますか？これね、なんと、この挿入するじゃん。Cスポットに当てて、挿入した時に、ハンズフリーができちゃうの。だからさ、これを挿入して、Cスポットを刺激しているまま、ハンズフリーができる。これ、いろんな楽しみが広がりますよね。ね、パートナーとさ、ちょっとね、なんか、スカートの中に忍ばせてとか、そういうこともできちゃうし、これでめちゃくちゃいいですよ、ハンズフリーって。あとは、ここの挿入部分が、結構ね、デュオ2とかに比べてコンパクトにできてます。なので、こう、挿入系、吸引と挿入系同時の初心者の方とか、ちょっとね、こう、中に入れるのに抵抗があるなっていう方のデビューにぴったりかなって思います。すごくね、スリムで挿入しやすい。で、さらに軽いので、ハンズフリーもできちゃうっていうね。で、これも吸引が8段階楽しめて、こっちの振動の方も6パターン楽しめるっていう。このね、コンパクトで軽いっていうのがすごく使いやすいですね。で、ここのね、スリム感ね。で、ちゃんとここがスリムになってるんだけど、人間工学に基づいて作られてるので、すごく形状がね、フィットするんですよ。だから、めちゃくちゃ中に入れやすくて、さらにフィットしてくれて、快感を得やすいというね、こちらの軽くて、とても使いやすいアイテムかなと思います。で、軽いんだけど、ちゃんとね、パワーはあるの。とってもパワフルです。めちゃくちゃ振動が滑らかなんです。で、防水なので、もちろん安心して使えるし、このね、滑らかな振動が中で味わえると思うとね、もう本当に気持ちがいいわけですよ。で、もう手触りも本当に気持ちいいし、もうどこを取っても気持ちがいいというこちらのブレンドさんもご紹介しました。ということで、今回、ウーマナイザー3つのアイテム、ご紹介させていただいたんですけども、ここで動画終了の前に、サッチャンネルの視聴者さん限定で、今回私がご紹介したウーマナイザーの製品、特別割引のご案内です。商品ご購入の際に、ぜひクーポンコード、小文字でサッチをご利用ください。製品は概要欄からご購入いただけます。ということで今日は以上になります。評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。